はい、こんにちは、ニャンタヌ工房です。今回の動画は HG72/1 メイレス剣舞が完成したので、そのお披露目となります。こんな感じですね。付属品はこんな感じ。刀はこの発信状態といえばいいのかな。で、塗り分けました。で、あとこちらにあるこれですね。これはオリジナル装備を作ってみました。それではまずは、未完成状態から見ていきましょう。はい、まずは未完成状態からですね。こんな感じになっています。まあ、うまく塗れたんじゃないかと思います。こんな感じですね、まあ、いい感じになってるんじゃないかなと自分では思っていますね。それでは肩のパーツを変えて完成状態にするとこうなります。はい、これが完成状態ですね。このような感じです。まあ、肩が変わって縦付き、あ、じゃあ縦、剣付き縦を外しただけの状態ですが、かなりイメージが変わりますね。まあ、このキット結構バラバラになるので、塗り分けが非常に楽なので、塗っててもそんなにストレスは感じなかったですね。非常に塗るのが楽なキットなので、まあ、プラモデルに慣れてない方も組んだり塗ったりはしやすいんじゃないでしょうか。それではこれに、オリジナル武装をつけるとこうなります。はい、完成しました。で、まあ、両腕にオリジナルのテコ、まあ、アーマーとミサイルランチャーっぽいものをつけているだけですけれども、まあ、特に腕に関しては元々の剣付き盾を、まあ、大型化したような感じにして、ディテールも同じような感じにしたので、そんなに違和感ないと思います。というか、この腕のアーマーは地味に気に入っているんですけど、ちなみにこのアーマーもこのミサイルランチャーも自作接続なので、このようにあっさりと取り外しができます。まあ、全部の腕も足も、まあ、腕に関してはちょっとダボを取らないといけないんですが、足に関しては中はもう完全な空洞なので、非常に磁石を仕込みやすいんですよね。で、あと
こちらに関しては、こう、なんか板が貼ってあるじゃないですか。これ、ステンレステープだったかな。それを貼って、磁石にくっつくようにしています。まあ、マグネットセッターでもくっつくとは思いますが、自分はステンレス、テープを使いました。引くとこんな感じですね。長い紙がなかったからちょっと2枚貼って使っていますけど、後ろの背景はまあ気にしないでください。最初はオリジナル武器を作ろうかなとも一瞬考えたんですけれどね。ちなみにですけどね、この腕のこのアーマーですね、これに関してはですね、剣舞が近接死体の機体だと思うので、まあ結構近接防御をちょっとでも高めるためにっていうのを考えて作ってみました。まあなんだオセアニア連合だったかなのバイクブーメランの弾、あれはまあ剣舞の装甲には通じませんでしたが、まあこの装備によってさらに通じにくくなったんじゃないかなと思っています。だからこんな感じで敵から集中砲火を受けてもこのアーマーが守ってくれるっていう感じですね。あれだな、アーマーつけて重心が前に乗ったかな。こんな感じです、ね、四方からいいかな、攻撃を受けてもこの手甲がうまく弾き返してくれるっていう感じで作ってみました。まあ、このミサイルランチャーに関してはほぼおまけですね。遠距離武器がこの ライフルというかこの銃しかないので、それをまあ補うための武器っていうところですかね。それをイメージして作ってみました。先ほども言いました通り磁石接続なので、まあまた何か武器を思いついたら新しく装備しようかなと思っています。この通りすぐポロンで外れるんですよね。でまああとこの剣舞干渉する部分がないので全塗装してももうガシガシ動かせるのがいいですね。はい、刀を持たせて構えさせてみました、うん、追加武装もいい感じに馴染んでて非常にかっこいいですね。またお気に入りのキットが増えましたね。最初はですね、足にもアーマーをつけようかと思ったんですが、
足ってここら辺カクカクカクってなってるじゃないですか。なのでちょっとつけにくいかなと思って見送りました。あのアニメでも足を打たれて転んで動けなくなっていたんじゃないですか。だからそれを補うために足にもアーマーをつけようかなと思ったんですが、ちょっと時間がかかりそうなので今回は見送りました。もしかしたらそのうち作るかもしれません。今回はもう完全に腕だけを作りました。非常にまとまっていると思うんですが、皆さんどう思いますか。結構まあいつももう真面目に作っているんですが、今回は特に剣舞のイメージが崩れないように追加武装を作ってみましたが、皆さんどう思いますでしょうか。さっきも言いましたけれども、干渉する部分がないので、全塗装した後結構動かして遊んでたんですよね。本当にあれこれ可動範囲がものすごく広くて、いろんなポーズができて非常に良いキットなので、まあこの動画を初心者さんがどれくらい見てるか分かりませんが、もしよかったら作ってみてはどうでしょうか。キット自体も結構 Amazon でももうすでに多少安く売ってますしね、ガンプラみたいに高騰してるっていうわけではないので、手に入れやすいキットなんじゃないでしょうか。いやね、今回のこのメイス剣舞なんか、まあ新しいアニメだし転売ヤーが飛びつくかなとか思っていたんですけれども、まあ白紙は結構今高値で、多少元の値段よりもちょっと高めで売られていたりしますが、確かこの剣舞はアマゾンで定価よりも安かったんじゃないかな。まあ今ちょっとどうなっているかは分かりませんけれども、とりあえずはガンプラよりは非常に手に入れやすいキットだと思います。まあ敵側のアメインですね、あれは一応まだ動画には出していないんですが、バンイクブーランは買っています。動画は撮ってあるので、あとは編集するだけなんですけれども、まあすぐ見れるんですけどね、あれも全塗装したりちょっといじりたいところがあるので、そこをいじったりはしたいんですけれども、まあ1話を再現するならバイクブーメランは2機必要ですけれどね。またお部屋に連合出てくるんでしょうかね。今のところバイクブーメラン第1話かな、あれだけしか出てきてませんよね。今出てきているのはね、赤いやつかな、どこの国かも知りましたけど、あれなので、またバンクブーメラン登場するんでしょうかね。まあさすがにオセアニアの言語は第1話で終わりっていうことはないとは思うんですけれども、
まあそれはさておき、うん、今回のこの追加武装を含めて全塗装を非常にうまくいきました。で、可動も全塗装してもぐるぐる動かせるので非常にお気に入りのキットとなりました。ということで今回の動画は境界線よりHG1/72メイウェス剣舞を追加武装を作って全塗装完成しましたという動画でした。それではご視聴ありがとうございました。ニャンタヌ工房でした。